塩谷司は徳島県小松島市出身のプロサッカー選手。ポジションはディフェンダー。元日本代表。小学生時代は南小松島 FC と大松 SC に所属。中学生年代は大塚 FC ジュニアユースに所属。2歳下に石川正宏がいる。当時は全く無名だった。2004年。 徳島県立徳島商業高等学校に進学、高一及び高二の時選手権にミッドフィルダーとして出場している。この選手権での活躍により、国士館大学からスポーツ特待生としてスカウトされる。2007年、国士館大学へ進学し、国士大サッカー部に所属する。同期に荒井翔太や大竹隆人。なお、後に広島で、 チームメイトとなる、柴崎孝重は4学年、柏義文は1学年上の先輩にあたる。主にボランチや、左サイドの MF としてプレーしていたものの、レギュラーをつかむに至らなかった。2009年大学3年時、父親が休止、退学し、就職を考えていたが、細田32国士大監督に説得され、思いとどまる。2010年大学4年時に、 柱谷哲次が国士大コーチに就任したことが転機となる。この年、柱谷によりセンターバックにコンバートされ、鍛えられ、レギュラーを獲得した。大学卒業の際には J リーグクラブからオファーがなく、唯一 JFL 佐川主が FC が声をかけたぐらいだった。2011年、柱谷が J リーグミトホーリーホック監督に就任すると、 チューブラリンの状況だったし、小谷を水戸に誘った。水戸は前年まで主力だった選手が大量に移籍退団したことから、大学出身の新入団選手を大量に獲得しており、ロメロ・フランク、小沢司鈴木雅也、大賢治、飯田裕司、金久保亜上村進、小畑淳平、笠原昇氏が同期入団となった。また DF も、 大和田正史や作田雄次ら主力が軒きみ対岸し、DF ライン再編を余儀なくされた状況だった。その中で、塩谷はレギュラーに抜擢され開幕戦からスタメン出場を果たし、シーズン中には DF ラインのリーダーになるほど成長した。北、関東ダービーでは3試合でゴールを決めており、ダービー男と呼ばれた。同年末の天皇杯ではガンバ大阪と対戦し、 ミトのタイ J1 勢初勝利に貢献した。2012年シーズンも引き続き、ミトで中心選手として活躍した。同年、この活躍により J1 勢の大宮 r ルディジャ、清水エスパルスサンフレッチ広島から獲得オファーが届き、2012年8月、広島へ完全一席。これは、柱谷と広島の森安はじめ監督が、ドーハの悲劇時のフトジャパンメンバーで、 柱谷が広島を推薦したことにより決まった。移籍当初は森脇良太のバックアップとしてリーグ戦3試合の出場にとどまったが、2013年に森脇が浦和レッズへ移籍すると、塩谷は3バックの一角としてスタメンに定着し、その森脇の穴を埋める以上の活躍を見せ、千葉和彦、水本祐希とともにリーグ戦、 全34試合に出場しチームの連覇に大きく貢献した。翌2014年には攻撃参加の精度に成長が見られ、第6節の名古屋グランパス戦までに4ゴールを挙げた。最終的にリーグ戦で6ゴールを記録し、ベストイレブンに選出された。オフには FC 東京から獲得のオファーがあったが、広島からワールドカップに出るとクラブに5年契約を求め、 契約を更新した。2015年、主力として J リーグ優勝を達成。2017年6月15日、UAE の競合クラブ、アルアイニ FC へ完全一席。移籍金は150万ドルと、現地メディア、アルバヨンが伝えている。9月30日、第3節のあるアハリドバイ戦で移籍後初得点を決めた。2018年に開催された、 フィファクラブワールドカップ2018では4試合にフル出場し2得点を挙げチーム初の準優勝に貢献した。なお、そのうち1得点はレアルマドリードから挙げたものである。クラブワールドカップ通算得点も4に伸ばし、歴代通算得点ランキングでもトップ10入りした。2021年6月12日、アルアインは塩谷の対談を発表した。 アルベルト・ザッケローに日本代表監督の目に留まり、2014年5月の日本代表キャンプに呼ばれたものの、この時点での A キャップ出場はならず 2014FIFA ワールドカップにも選出されなかった。その後、ハビエル・アギーレ監督時代の10月10日、キリンチャレンジカップジャマイカ戦で日本代表デビューを果たした。AFC アジアカップ2015。 バヒド・ハリル・ホジッチ監督時代2015年10月の FIFA フフワールドカップアジア予選にも選出されたが、共に出場はなかった。2016年6月14日、リオデジャネイロオリンピックに出場する U-23 サッカー、日本代表のオーバーエイジ枠に選出。センターバックに入り、グループリーグ全試合フル出場を果たすも、不慣れな環境下で、 DF 上田直通との距離感が悪く、ビルドアップでもリスクの高いパスを選択して、危険を招くなど期待に応えられず、チームはグループリーグ敗退となった。2019年1月5日、森田秀政の不傷離脱に伴い、AFC アジアカップ2019に臨む日本代表に追加招集され、森安ジャパン初選出。3年3ヶ月ぶりの A 代表復帰となった。 グループステージ第3戦のウズベキスタン戦で代表初ゴールを決めた。なお、このゴールを挙げたスタジアムは、所属するアルアインのホームスタジアムであった。決勝戦となったカタール戦では、遠藤渡が負傷した影響で、先発出場。タテパスで、南野匠の得点の起点を作ったが、試合は1から3で敗れ、準優勝となった。対人の強さに加え、 タイミングの良いスルーパスで後期を生み出し、パスセンスとパンチ力も合わせ持つ。ありがとうございます。